マーク29ミサイルランチャーマーク29ミサイル発射機とは RIM-7 シースパローアルバトロス RIM-162SM 専用の箱型8連装ミサイルランチャーである。本機はシースパローアイビプドムズのためのミサイル発射機として開発された。原型となったシースパロー BPDMS ではマーク 25GMLS が用いられていたが、これは アスロック用8連装ミサイル発射機マーク112を 76mm 連装砲のマウントと組み合わせて応急的に開発されたため性能面で不満があった。特に前回、不要速度が遅く時間に接近してきた対艦ミサイルが終末段階で工事軌道を取る中で迎撃することは困難であった。本機はこれらを改善した新設計器として開発された。 外見上の最大の変化が、キャニスターの小型化である。これは、ミサイルの改良に伴うもので、BPDMS で使われていた RIM-7E では、ミサイルの動力が固定式であったため、キャニスターの対角船長を約1.1メートル取らざるを得なかったのに対し、アイビプドムズではこれを折りたたみ式とすることで、キャニスターの対角船長は約0.8メートルまで小型化された。 また即応性とミサイル保護を両立するため、キャニスター前方部には合成樹脂製のカバーが取り付けられた。突っさ解適時には、ミサイルはこれを突き破って発射される。なお、イタリアでは、AIM-7E を元に開発したアスピーデの艦対空ミサイル版のために、76mm コンパット砲と共通のマウントを用いて、本機とほぼ同等の処刑を備えたミサイル発射機を、 開発した。これは日本でタンサム発射機産型として、ライセンス生産化され、護衛艦に搭載された。現在、新造される水上戦闘艦では、シースパローやエスムを、より対抗性や速応性に優れた、マーク41、マーク 48VLS に搭載することが一般的であるが、比較的構造が単純であることから現在でも、 多くの国で運用されている。アメリカ海軍、アルゼンチン海軍、イタリア海軍、エジプト海軍、オランダ海軍、キリシャ海軍、スペイン海軍、タイ海軍、デンマーク海軍、ドイツ海軍、トルコ海軍、ナイジェリア海軍、海上自衛隊ノルウェー海軍、ベネズエラ海軍、ペルー海軍、ブラジル海軍、ベルギー海軍、ポルトガル海軍、モロッコ海軍。ありがとうございます。